お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュロイルやっていくんですけど、今日はですね、こちらね、負けたらアカウント削除の方ちょっとね、やっていきたいと思います。前回、なんと負けました。はい、なので今日はね、まあやっていくというか、今日はね、データ消します。はい。負けたらアカウント削除なので、しっかりね、削除するところを皆さんに見せないとなと思いつつ、でね、どうやって削除すんのっていう、そこにたどり着いちゃったんですよ。削除の仕方がわかんねえってなって、なんかログアウトとかいろいろねあるんですけども、削除ってねえよなって思いながらちょっといろいろ探して、まあなんか削除っぽい画面を一応見つけたら見つけたので、まあ最後にね、この動画の最後に削除しようかなと思うんですけども、ちょっとねやっぱ名残惜しさがあるので、今日はねまあ番外編というか、もうね、記録は、もうね、5106ですね、僕は。もうシーズン1ってこれ、リセットされてるんで、ちょっと変わってるんですけども、5106っていう記録は、もう間違いないんですけども、最後に、まあ、お遊びですね。お遊びで、まあ、シーズン変わった直後で、多分ね、タワーレベル13とかも、当てれると思うんですよ、関数とかも。なので、ちょっとね、まあ、遊びがてらに、最後試合やっちゃおうかな、と思います。気楽にね、これ、前回ね、小屋にね、粉々にされてしまいましたよ、小屋に。5100だったんで、まあなので今日は本当に、最後に消すんでね、しっかり最後まで見送っていただけたらいいかなーと思いつつ、いや、感想、なんかどうせならさ、僕タワー10とかさ、このレベルで、なんて言うんだろうね、感想、VS 感想とかをやったことがないので、なんかどんな感覚なんだろうっていう、まあ興味本位ですよね。実際にね、行ってね、こう、実際に負けずにそこまで行って味わいたかったのもあるんですけども、まあ、ちょっとね、せっかくなら味わわせてくれっていう。削除探すのめっちゃ大変だったんですよ。なんか、本当に削除できるのかわかんないんですけども、まあ多分できるだろうっていうような、なんか、削除的なやつがあったんで、そう、まあできなかったらできなかったですけど、まあ一応その僕がもうログインしなければ、削除になると思うので、まあそんなわけでね、もう最初で最後の、最初じゃねえか最後のね、この負け作のね、このアカウントです。今日はおさらば。さあ、まあ今回の相手は全然ね、感想とかではなくね、ただただ普通に同レベル、しかもなんなら相手うまいっていう。ちょっと一緒にしよう。お、待って、ウォールブレイクがすり抜けちゃった。はい、まあなんかそんなわけで、次回からというか、今後ね、タワーレベル一度ね、今やろうと思ってますので、ぜひね、お楽しみください。まあ別のね、こう企画とかも今考えてるので、まあその辺もやりつつね、今日はただただ、お遊びで格上の坊ちゃんたちをボコボコにしたいなーって思ってるんですけど、全然なんか、もうすげえ。いやでもスパーキー11とかもいるのか、ちょっと強そうっすよね。いや、僕、このデッキさ、5100で負けちゃったけど、小屋に負けたんですよね。そう、小屋に負けて、でも、多分ね、インド巨助とかいて、なんか相手が小屋じゃなかったら多分ね、結構勝てると思うんですよ。ユニット系のレベル高い系の相手には、こうやってね、スパーキーとかにも、そう、結構、ユニットには強いんですよね。そう、だから、いやー、小屋引いた俺の運がなかったのかな。小屋引かなければさ、なんか余裕でもっとトロー上がったんじゃねと思うんですよね。いや、悔しいな。今思い返すだけで悔しいっすね。いや、しかも相手なんか上手いしな。このバルキリーオールブレイカー。いや、懐かしいな。この数日前にね、終わっちゃった企画なんですけど。懐かしいな。まあ、企画終わったのにね、何やってんだよってなるかもしれないんですけど、ちょっとそこはね、お許しください。最後に消すんでね。で、エメラルドも、ちょっとね、800くらい余ってたので、まあ、最後の最後、使わずにね、終わるのももったいないので、ちょっと使っちゃおうかな、どうせなら。さあ、エメラルド850あるので、850だったらフォーチュンぐらいしか引けないっすよね。まあ、なので、フォーチュン引いちゃいます。キョスケ、ウルスピ、めっちゃいいじゃん。ウルトラレアも手に入るかもしれない。さあ、どうせね、捨てることになる、エメラルド。おお、めっちゃいい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 。ウルトラ手に入らんやんけ。あ、ホバリングいらねえな。でもこれが巨大スケルトンと。さあ、けど、ユニレベはね、あげれないと。意味ねえ。世界一無駄な 750M だったな。
まあまあ、そういうこともありますよね。あ、どうせなら最後にさ、ね、記念に関素くんとさ、やりたいんですけどね。まあ、ユニレベ関素くんでもいいか。タワーは10だけど、みたいな。さあ、うわ、プリンス11。いや、この辺から面白くなってきたんだな、絶対。ね。絶対面白くなってきた。いいとこで負けちもうたんや、わいは。何やってんや。いやー、残って。いやー、全然だな。いや、もう一回やりてえな。もう一回やりてえ。リベンジしてえな。まあでも、毎月やってたらね、負け作の人になっちゃうな。負け作しかやんない人になっちゃうから。まあやっぱ年に一回とか、まあまた半年に一回とかね、またいずれね、負けたらアカウント削除もできたらいいなとは、やっぱ思いますね。やってて楽しかったっすね。久しぶりにっていうか、なんか、こう、なんか久々にこのハラハラ感を味わいましたよね。まあまあまあ、この辺は意外と同レベルなのかな。なんかシーズンリセットがあった直後なので、結構こう、なんて言うんですかね、乾燥付近の人とかもうじゃうじゃいるのかなとかも思ってたんですけども、意外と同じレベルっぽい人がいっぱいいますね。まあこれランバー付け足して、グッティかな。いやー、6000いけたでしょ、これ。小屋さえ当たんなければ。今の環境、小屋結構少ないんですよ。なんて言うんですかね、小屋ちょっと前に弱くなって、結構小屋が弱い環境なのに、小屋を引いちゃったんですよね。いやー、おとなしくロイジェイとかさ、なんかそういうの引きたかったっすね。運が悪かったのかな。いや、運が良かったのかな、逆に。5100もいけて、それまでに小屋も当たんなくて、っていう考え方もまあできますよね。運が良かったとも考えられるし、運が悪かったともね、考えられるんですけど、ちょっと皆さんもね、ぜひ、この負け作、やってみてほしいな。どんぐらい、なんだろう、平均というか、どんぐらい生きるもんなんですかね。それがちょっとわかんないんで。そうそうそう。キヨキヨさんもね、やってましたけど、ちょっと前ですし、そうそうそう。いろんな人にね、やっていただいて、ちょっと他のプロ選手というか、こう、なんて言うんですか、まあ、焼き鳥とか、ライキさんとか、ケンツとか、他のね、こう、クララ界の結構有名な人たちにも、ちょっとやってもらってね、僕の負け作のトロ、抜いてみろよ、的な感じでね、ちょっと、言ってみようかな。抜いてほしい。やっぱこう、ライバルというか、目標があると抜けるじゃないですか。今回で言うと、キョウキョウさんのね、一応4600っていうトロフィーの基準があって、いや、高っ！うわ、ラバだ！うわ、ラバ！あれっすよ、マジでトロ2300ぐらいで当たって以来初めて当たったかもしれない。うわ、ラバだ。興奮しちゃう。うわ、インドラ11！やばいやばいやばい。待って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 。いや、高いし。いや、高え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 。いや、俺、この人たちと戦いたかった。戦いたかったよ、すごい。いや、これ相手、コウモリもインドラもホバも咲いたね。対空ないでしょ、普通はね。ベビードラ。対空めっちゃあるやんけ。ドラドラホバコウモリなんてことあるよ。雪玉？あ、これ、相手が自滅したっすね。やば！こんな格上くんいたの。俺、こんな人とね、戦いたかったんだよね、マジで。すげえ、ベビドラがめっちゃ強い。おもろいな。ちょっと他のね、視聴者さんじゃないな、まあ、視聴者さんもですし、配信者さんにね、ちょっと負け先やってくれよってちょっと言ってみますね。抜けるもんなら抜いてみなって。であっさり抜かれたら、まあ、誰かに抜かれるまではね、ワンちゃんこうお預けでもいいかもしれないです。あれ、ライトニングっていく。いやー、いいね。意外と余裕か。コウモリあれ、LSP、僕の LSP10 だと多分飛ばせないんですよね。11で、2個上までなら飛ばせるんですよね。2個上まで飛ばせるんで、10だと12までしか多分飛ばせない気がする。LSP でコウモリ飛ばせなかったらもう LSP の価値なしですよね。いや、でも、余裕で勝てそうっすね。小屋だよ、マジで。いやー、やられたなー、ほんとに。よいしょ。さあ、やばい、アイウィズから行かれそう。もうそんな感じがしましたね。負け作。やればやるほどなんか悔しくなってくるな。名残惜しさが止まんないっす。
よいしょ。さあ、ランバルで、もう決めちゃいます。コウモリあれ、トルネで行かれんのかな？いや、俺のトルネ級だったらコウモリ死なない？いや、さすがに死ぬか。おもろいな。トルネでコウモリ死なない世界なんかないっすもんね。あ、エルスピ来た。あ、エルスピあの、出番なくして、どっか行きましたね。やべ、でもなんかこの、始まりからユニット出されるだけで苦しい感じ、なんか思い出しますね。こんなことありましたね。始まりから出してるだけやんけっていう。ユニレベやんけっていう。いやー、いいね。懐かしい。僕はこれをもっと味わいたかったんだ。これもね、味わうのも今日でラスト。次味わえるのは、また来年かな。まあそんな感じでね、結構格上味わえたな。もう何試合かやって、アカウントね、さよなら試合したいと思います。いや、キョスケブレンこれめっちゃ強いっすよ。格上に勝ちやすいデッキなんですかってよく聞かれますけど、これっすよ。マジで。インドラかな？インドラがいいのか。インドラキョスケ。キョスケインドラが格上に勝ちやすくて、って感じなのかな。まあ、アイズなんかなんかハンターとかベビドラでも何でも良さそうなんですけど、まあ、キョスケインドラか。キョスキンドラで、まあ、あとはゴブリンバレルにするとか、まあ、ホグにするとかいろいろあると思うんですけど、キョスキンドラが格上を進めてきと。いうわけでね。よいしょ。さあ、バルーンで形を組んで、あ、今回なんてユニレベ低いっすね。あ、でも、高かった。全然低くなかった。いやー、でも俺もそんぐらいっすもんね。もう一回やりてえな。今度はあれかな。あ、待って、やばい。あれやべ、止まんね。ライフ3つとかでやりていいけどな。いやでもやっぱこう負けた瞬間に終わるからドキドキがあるんですかね。ライフ2つとか3つとかでやっちゃうとちょっとせこいっすもんね。うわーやべ、だって普通に負ける。だって普通に負ける。まあでも近起動してるから耐えれる。11っすもんね。いやなんなら俺同レベルに負けそうっすもんね。格上じゃねえ。それだけは避けないといけない。カゴ群れだな。カゴ群れが厄介だったな。まあまあまあ、カゴ群れを、エレスピトルネで12ぐらいまでなら突破できた気がしますね。カゴ群れ12ならエレスピトルネで溶かせた気がします。僕の記憶が正しければ。なんかここランバー乗ってるしワンチャンありかなーっていう、トルネアイスピのコストがあるなーって感じかなー。まあ、キョスケ組んでからでもいいか。で、トルネアイスピだけちょっと構えて、さあ、これですね。これで溶かして、オッケー。あ、待って待って、エリババ12ばっか強いな。やばいやばいやばい。エリババ12やばいなー。こんな強いか、君。まあでも、大きく、いや、怖い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 。これちょっと、やばい、待って。ASP、いや、待って。いや、これ、あれか。一旦さよならして、これ、学校まで来た時ちょっと怖いんで、アイウィズ出して、トルネで処理。あー、オッケー。いや、爆破だけでも届いて。届いた?あ、届いてない。待って、ウッド2発。かすれ。あー、危ねえ。危ね。普通に負けそう。エリババやばいなぁ。バカ強いな。12で。これ13とか来たら勝てんのかな、俺。やべ、プリンスもやべ。プリンスエリババに敗北するっていう、なんか典型的な、典型的な格上の負け方してるんだけどな。さあ、まあ言うてか。最後は、あとガゴまで来るので、ちょっとね、しっかり、アイウィズ・エレスピあたり構えてかな。スキャミもあるな、これ。うん。やばい。待って。最後に負ける。え、待って。エリババ。いや、いい。いや、一発耐える。爆破入る。よし。300。ちょっと待って。やめてー。もう負けるの嫌だよ、俺は。よし。ガゴムレ。読み。取るね。うわ相手うまい。さすがにうますぎる。いや、爆破は入る。ちょっと待って。やだよ。なんで俺また負けなきゃいけない。番外編でね。負けるのだけは避ける。よし。アイウィズ。いや、走。うわ、エレキ。エレキ一番無理。
イリパパ、イリパパ、ちょっと待って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 、やばいやばい、本当にやばい、本当にやばい、オッケーオッケー、ウッドサップ、真ん中キョスケとバルーンで仕留める、仕留めて、あこれ相手ゴゴムレ、ゴゴムレ来ない、ゴゴムレ来た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 、よし頼む、ウッドザップ圏内、オッケーオッケー、あはは懐かしい、よかった、また負けるんかと思っちゃいましたね。いやーまあまあまあさすがにね、もう一度負けたのに二度目負けるとかは、まあ、絶対ないですよねと、まあいうわけでね、まあこれから最後、削除したいと思います。いやまあ最後にこのねハラハラ感を味わえたのでね、僕は満足ですね。すげえな、こっからがな、絶対楽しかった。次回はねこんな簡単に負けないですね。さあまずアカウントを消します。はい、こちらね負け作ですね、これを、負けたらアカウント削除ってなってると思うんですけども、これ×を押すとですね、まあ、こんな感じで保存されているログイン情報を削除しますと、まあ、出るので、まあこれぐらいしか僕多分削除の方法がねなかったですね。はい、まあ、なのでこれで、まあ、削除してしまえば、まあ、僕はね多分なんかログインとかしない限りはさよならだと思うので、さよならしたいと思います。ありがとうよ、ともよ、さよなら。はい、というわけで僕のねアカウントからは一旦ねもうさよならしました。というわけでまたね今度負け作いつかねできたらいいかなと思います。皆さんね、負け作いろいろね、もうトロゼロぐらいからねやってたんですよ、0から5000までかね、いろいろ見てくださった方々ありがとうございました。またね次の企画もお楽しみください。ではおつかいちゃんでした。またね。